年寄りとは、公益財団法人日本相撲協会の構成役員である。通常は、親方の継承で呼ばれることが多い。協会及び大相撲の運営は、年寄りが主体となって行われている。現役を引退した元力士が、協会の正規の構成員として留まるには、原則として、年寄りになる必要がある。年寄りの枠は、歴史的な経緯からその名称まで固定されており、 昭和2年以降は105名の定員である。年寄りになるには、現役時代の成績や日本国籍の保有、教会の承認などの要件を満たす必要がある。年寄り名跡も参照浮世絵に描かれた取り組み風景。江戸時代初期には、各地で相撲の工業集団が形成された。当初は浪人の集団や力士自身が、肝心元となって工業が無用されていたが、 他の草相撲集団との諌かいや暴力沙汰が絶えず、敬安や漢文年間には幕府によって相撲禁指令が出された。しかし相撲人気は衰えるどころか、ますます盛んになり、豪を煮やした幕府は、江戸における相撲工業を自社奉行の管轄下に置くこととし、そのために相撲集団の責任の所在を強く求めた。その結果、状況元年に雷剣雷雨をはじめとする、 株仲間が相撲工業の秩序を維持することを前提に、幕府は深川八万宮境内での肝心相撲を許可することとなった。これが現在に続く大相撲の発祥である。そのため、相撲会所はその後の運営を自発的に行うために、力士経験者を年寄りという形にして、株仲間の制度を適用して、ギルド的結合を維持することとなった。 年寄り襲名の条件は時代によって異なるが、この制度のために、現在まで、相撲協会は、現役経験者によって運営される、職能団体としての性格をも持つようになっている。江戸時代の年寄りは、役員として筆頭、筆脇、中改めに分かれ、さらに工業権を持つ歩み持ちと平年寄りに、分かれていた。歩み持ちは会所に加入金を納め、 工業を開催する権利を有していた。平戸市よりは加入金を収める必要はなかったが、出世の道は閉ざされていた。工業は二人の歩み持ちが受け持った。工業に伴う収益の分配金は、莫大な金額になり、肝心元の遊びっぷりは、江戸の豪商家おまけであったという。そして、役員の権力が増大していき、社も長と呼ばれる会所の大福長を閲覧できるのは、幹部のみ。 そのため会計は、どんぶり勘定になり、数えるのが面倒だという理由で、収益は、マスで測って配分されていた。このような幹部の応募に対して、明治時代になると、会所内部から不満が爆発し、気候改革が図られる。会所の権力を握っていた、筆頭、筆脇の制度が廃止され、明治19年には、相撲会所が、相撲協会と名称変更される。 筆頭は取り締まり、筆脇は,は副取り締まり、中改めは勝負検査役と解消。差別的な平年寄よりの待遇も改善され、すべての年寄りが歩み持ちになった。役員も全年寄りの選挙によって選ばれるようになった。ただし、不況時の歩み持ちは工業の赤字を未然に起きって、負担しなければならない厳しい一面もあった。昭和十二年に深田と呼ばれる。 月給制度が取り入れられ、年寄りの生活がやっと安定するようになった。1961年1月1日より、年寄りの65歳定年制が導入された。それまでは、年寄り名跡は終身有効であったが、力士の平均寿命はもともと一般人よりも短く、年寄りの多くは若くして亡くなっていたため、かつての大相撲においては、 年寄りの定年性がなくても特に問題はなかった。事実、日本人の平均寿命が80歳代と長くなった。現在においても、65歳の定年を迎える前に、亡くなる年寄りは、決して少なくない。1976年9月3日の理事会において、年寄り襲名資格に、日本国籍を有する者が追加された。当時、小宮山大五郎が、 外国籍力士として唯一幕内に在位していて、貢さんの年寄り襲名を想定して追加されたのは明らかである。理事会では国籍条項について後に再検討するとされ、外国出身力士が次々と幕内に昇進しては議論の対象となっているが、国籍条項は2019年現在も撤廃されていない2014年11月16日より、 定年を迎えて退職した年寄りの再雇用制度が導入された。希望者は再雇用が認められれば、最長で5年間年寄り名跡を保有したまま参与の立場で教会に残ることができるが、給与は主任と同額になる。また、部屋持ち親方や教会の理事、副理事になることもできない。導入8日後の11月24日に65歳となった16代竹山が、 最初の適用者となった。なお再雇用機関を全うした年よりは、まだいない。年よりは、教会と人材育成業務の委託契約を結んでいる。現在では、親方にとって最も重視される仕事は部屋に所属する力士に対する指導、監督とされる。技術面の指導はもちろん、若い力士が部屋で集団生活を送るという相撲界の監修から、精神面の指導や、 さらには、ちゃんこばんや付き人といった、部屋内での力士の雑務についても親方が責任を負う。また、部屋持ちや方の場合は、スカウト活動にも余念がなく、全国の高校や大学を訪れたり、入門希望者の面接なども、親方として必要になってくる。部屋の経営に必要な資金は、教会から補助金が出るものの基本的には、部屋持ちや方の持ち出しであり、 活躍する力士を多く輩出することで有力な講演者を求めることも必要となる。またすべての親方は、教会の構成員として、理事長から指示された職務文書に従い教会内の各部署の職務にあたる、勝負審判や、巡業地の宿の手配や土俵作り、木戸口での入場券の毛切りを含む、館内警備、教会の事務まで多岐にわたる。 毎年1月場所終了後に定期の職務文書移動があり、その他欠員、増員が生じた際は、随時移動が命じられる。年寄りの報酬には月霊、月齢給、賞与の他に、金属年数に応じた金属手当、年3回支給される、場所手当、境界在勤者への在勤手当、羽織、袴、で、勝負心、また、部屋持ち親方には、 力士一人当たり一場所ごとに部屋維持費と稽古場経費、幕下以下の力士への力士養成費、関取を育て上げた養成条例金などが支給される。2017年5月13日発行の書籍によると、相撲部屋維持費が力士一人当たり一場所11万5千円、稽古場経費が力士一人当たり一場所5万5千円、養成員養成費が 幕主大化の力士一人当たり1ヶ月7万円支給される。日本相撲協会の構成役員である年寄りの職責には理事長、理事、副理事、役員待遇委員、委員、主任、委員待遇年寄り、平年寄り、参与があるが、役員待遇委員のものの給与等は理事または幹事と同等額と定めている。相当数を占める委員の年収は1。 500万円から1、600万円と推定される。2006年12月に廃止された準年寄りの年収は、地方場所における宿泊費や養老金の計算基準などで平年寄りとの差異が設けられていたが、給与や在勤手当は平年寄りと同額であった。2006年6月に押尾川親方が定年まで1年残して早期退職をしたとき、 もったいないとの記事が全国版新聞に掲載された。詳細は、年寄り株問題を参照年寄り名跡の売買価格の高騰、不明瞭な取引の実態に関わる諸問題を言う、毎日新聞2018年10月4日、東京長官公益財団法人日本、相撲協会定館第8章第64条ベースボールマガジン社、大相撲名門立電シリーズ、ではの海部屋、 春日野部屋 P66 ありがとうございます。